僕はだから風の又三郎だけじゃなくて宮沢賢治の小説っていうのは耳触りとか肌触りとかなんか触り感がある、土とか風とか水とか、だからいわゆるグラフィック CG コンピューターグラフィックでソフトウェアを使ったデザインではなくて、要するにアシメントリーなもの、それをまあ出せたらなって。